はい、編集来てる？まだ来ない。すぐに。じゃあ始めちゃっていいですよ。じゃあ始めました。最初なんかこう挨拶みたいな感じで、そうなんかこんにちはみたいな。はいはい。やってくれる？はい。こんにちは、ハレリア。こんにちは。はい、いらっしゃい。っていう感じで。はい。で、最初僕吉田さんにあの吉田さんを紹介するから。ああ、そうですか。はい、あの僕のお父さんである、はい、パスタQちゃん。はい。で、YouTube の登録者数1400人、はい、で、ニコ生配信したら3000人が観覧。いや、今すぐ減ってきた。減ってきた。減ってきた。今500人ぐらい。あ、でも500人すごいね。じゃあ500人って、はい、延べね、延べ、うん、まあ、じゃあニコ生結構10年ぐらいやってる？のニコ生は 10年ぐらいかな、うん、10年ぐらい、11年、もうすぐ11年、うんうん。僕の視聴者さんがね、なんかあの、はい、ビーガンの人が多いのね。アトピーで食事を気をつけてるって、その動画を YouTube で上げてるんだけど、その視聴者さんは多分、うん、一応ねキリスト教とかよりはヨガをやってる人が多いかな。今ヨガ流行ってるからね、うん、すごい流行ってるね、うん、ヨガ良くない。そうだね、ヨガ良くないから、だからあの吉尾さんのあのなんか吉尾さんが自己紹介してもらって、はい、いいよ全然、ちょっと待って、こんばんは、はい、ごめんなさい。すごい5人見てくれてるよ。あ、そう、まあ嬉しいですね、はい、あ、見てる。いや、24人とそれから18人ですね。あ、すごいね、はい、っていう感じで、いい？はい、いいですよ。本当、これ撮影を生放送って面白いけど。あ、面白いですね。うん、じゃあ、行きます、はい。いいですか？はい、いいですよ。皆さん、こんにちは。こんばんは。こんにちは。今日は、なんと、パスタQちゃんが来てくれてます。イエーイ。登録者数、YouTube の登録者数、1400人。弱。そしてニコ生で配信したら延べ500人ぐらいが来てくれるという、一応大手。いや、大手コテぐらいですかね。コテぐらいですかね。で、僕の実のお父さんでもあります、はい、パスタQちゃんです。イエーイ、はじめまして、よろしくお願いします。ちょっと簡単にじゃあ自己紹介でもお願いしてもらっていいですか。はい、今あのこちらの方で生配信してる方々はもちろん毎日、毎朝毎晩放送してますが、まあ、あの息子のですね、なんていう番組の、僕は麻生 K っていう名前でやってます。 K さんで、 K さんでいいよ。 いや、 K でいいよ、 K、うん、K の YouTube の今録画のインタビューをしています。ですからちょっとなんか話し方が変かもしれませんが、一応 K の父親で、パスタQちゃんの息子というそういう感じですね。みんな見てる？みんな見てる？それで、まあ、インターネットで電動放送していますが、まあ、ヤフーメッセンジャーから始まって大体13、もうすぐ14年、13年、はい、2000、すごいね、2006年からですから、13年ですね。13年、はい。え、それって朝と夜ずっとやってるの？ですね、最初はね、夜だけだったんですね。途中から朝が入りましたね。最初は夜だけです。最初は、うん、そうですね、でも大体毎日のようだったですかね。すごいね。じゃあそんな感じでちょっとうちの、はい、お父さんであるパスタQちゃんがどんな人なのか、はい、皆さんに紹介していくためにいくつか質問を用意してきたので、はい、それに答えてもらっても、あ、いいですよ、よろしいですか、はい。じゃあですね、13年間配信をしてきたということなんですが、はい、その中で辛かったことってどんなことですか？家族があった。家族何？今日家族は出てるね。そうだね、うん、まあそうだね、いや、そうそう、あのね、ママが出たこともあるにはあるんです、2回ぐらい。いや、よく出たね。よく出ましたね。
や僕も最初うちのお父さんがあのニコニコの生放送を始めた時にすごいちょっとバカにしてたよね、はい、なんかちょっとアンダーグラウンド、そうですね、まあマイナーですよね最初はね、うん、その頃ちょっとニコ生も荒れてたイメージがあったよね、結構みんな裸になってたよね、そうだからなんかちょっとそういうおかしい人がやるようなイメージがあったからかな、それは確かですね、もう、うん、なんて言うんでしょうね、めちゃくちゃみたいなね、もう本当に何するか分かんないみたいな、そういう感じですね、うん、でも先見の目が吉尾さんあるから、Qちゃんあるから、まあ先見かどうかは分かりませんが、ね、そういうもう個人放送の時代が来ましたね、うん、そうですね、あの来ましたね個人放送の時代がね、うん、じゃあ家族が出てくれなかったことが辛かったこと、まあ、大したことは辛いんですけど大したことない言われるんですよ、ね、なぜ家族は出ないんだ家族は出ないんだってよく言われるんですけどね、ああ仲いいけど、うん、なかなか、ね、顔さらすって難しいよね、やっぱりね、あの、うん、やっぱネット特にあのニコ生は特定中っていうのがあってね、そうだね、その住所とか何かを特定されて、うん、仕事場に電話かけられちゃうとか、そういうそれをネタにする放送があるんです、うん、ある通報とかね、非常に危険ではあるわけですね、うん、僕だって人生で2回特定されて嫌がらせされたよ、うん、あ大変だったね、めちゃくちゃ大変だったね、市役所とかに電話されて、あそうで市役所から僕に電話かかってきて、あなた悪いことしてるみたいですね、通報がありました、情報なんだっけ、情報協力者だっけ、情報提供者がありましたっていうので、私は警察がもう二十何回来ましたよ、あ、そうお巡りさんがトントントン、いや来るよね、礼拝中にトントントン、礼拝中なのにお巡りさんが来る、ま、ちょっとね本当にまあ困りましたね、うん、僕でそこから2チャンネルに行って、その自分をあのいじめてるグループのコミュニティ見つけたの、うん、あ見つけたの、そう、そこで今からこいつを通報するとかやってて、で僕もそこに参加して、うん、なんか次はどんなことするのとか、うん、先読みしてやってたけど、うん、いや怖いね本当に、そうですね、あのまあ霊的に言えばそれも一種の霊的戦いでね、うん、表面的にはなんかいたずらとか悪ふざけとかってありますけど、もちろんそれ良くないんですけど、うん、やっぱり霊的な問題もあって、悪魔はね、うん、あの人間をいじめてるという原則なんですよ、なるほど、ちょっとじゃ あ, あのキリスト教的なのはちょっと後に、はい、じゃ次の質問いきます、はい、あのニコ生かな、ニコ生の番組であの宗教家対ひろゆきさんみたいな、あ、ありましたね、の出たじゃないですか、その時にひろゆきさんと話っていうしましたね、しましたね、はい、話した時の感想、思ったこととかがあれば、ですね、あのひろゆきさんは快楽主義って言ってました、あ私が言ったのかな、快楽主義で、あの人生楽しければいいんじゃないかという、あのそれに対して私は真理を知りたくありませんかみたいな話だったんですね、うんうん、ですごくねその対比は良かったと思いますね、うんうん、対比が良くて、あのそれがですねこれですね、うんうん、どうぞどうぞ、そういう、まあ、結局もちろんその、相手をねこう相手は納得したわけじゃないんですけど、まあ、でもリスナーがそれを聞いててね、あの結果的にはそういう対比ができてよかったと思います、うんうんうん、対比ができて、うんうんうん、何が問題点かっていうね、うん、真理が大事なのか快楽が大事なのかという意味ではとてもよかったと思います、ね、うんうん、なんか自分もあの番組見ててみんな吉尾さんのことリスペクトしてるなって思って、あそう 50% 取ったんですよ、うん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 、そのアンケートがね、ね、だそうですね、 50% 取ったんです、ね、普通はなことないんですよ、あそうないんだ、普通ニコ生でアンケート取るとですねもう全然違うんです、うーんアンチの方が多いんですね、あそっかそっか、はい、ありがとうございます、で次のちょっと、はい、次の質問いくね、はい、うちの家族って11人家族じゃないですか、はい、でうち僕って長男なんですけど2番目で9人兄弟なんですけど、はい、どうしてそういう家族計画をあの持ったん
れた。とてもいい質問です。どうしてですか。とてもいい質問。とてもいい質問。じゃあ、や語っちゃって。私はね。語っちゃってください。プロライファーなんです。知ってますか、プロライファー。はい、僕一緒に活動してました。ああ、そうですね。ローラースケートで。そうそうそう。原宿。原宿をやってたよね。ポスター持ってね、原宿をローラースケート、あ、いたんですか。僕車で一緒にいて警察来て泣いてたから、そんな。プロライファー、お父さんが、あ、そう、プロライファーっていうのは中絶反対、そう、懐かしい、主義反対者ということで、でクリスチャンにはプロライフやってる人多いんです。で、要するにプロライフというのは中絶しちゃいけないということですけど、まあそれは赤ちゃんを愛するとか守るとか、また命を大事にするとか、人間の命っていうのは神様が作って神様が与えてくれたものだという、そういう聖書的な考え方で、で、プロライフを、ずっとやってたんですね。そうするとですね、赤ちゃんを望むべきだ、いらないとかね、もう欲しくないとかね、ちょっと都合悪いからちょっと悪いけど死んでくれとか、そういうんじゃなくて、ものすごく大事だから、命ってちっちゃくてもとっても大事、うん、まあ、結局それは人を人と思う、人を敬うっていうことにつながるんだけど、ちっちゃくても人間はとても大事っていう考え方ですね。そうすると、結婚したならば、その赤ちゃんを望むべきだ、まあ、できなきゃしょうがないですよ。できなきゃしょうがないけど、結婚した以上は赤ちゃんを望むべきだっていう考え方なんです。だから避妊はダメと、カトリックはそうなんですけどね、カトリックは避妊ダメなんですけど、プロテスタントは自由なんですよ、うん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 、だけど私は避妊っていうのはいらないっていう意味だから、やっぱ中絶とは違うかもしれないけど、やっぱり神様が与えるかどうか決めるのでね。だから呼ぶ気にあるじゃない、まあ、人は与えて人は取るとかいう言葉があって、うん、神だね、神、あ、神様がね、うん、神、だから神様が命をコントロールするんであって、人間が勝手にコントロールしちゃいけないから、人を殺しちゃいけないわけでしょ、うん、だから赤ちゃんも殺しちゃいけないんだけど、ということは私たちがいらない、妊娠しちゃいけないっていうんじゃなくて、神様が与えるなら妊娠 して臨む、うんうん、これがやっぱり大事な考え方じゃないかなと思って実践したわけですね。だから避妊をしないわけ。なるほど、ね、避妊しなければどんどん子供が増えた、うんうんうん、そして10人目も祈ったんです。神様、10人目ください。はい。でも10人目は神様がノーって言ったで、諦めた。神様がノーなら諦めた。一人でも天国行ったよね。そう、一人流産して、そうだよね、だからそれがね、うん、中絶した赤ちゃん、流産した赤ちゃんは天国にいるの。あ、知ってます。知ってる、はい、だからね、そうか、クリスチャンが天国に行ったら、中絶した赤ちゃん、また流産した赤ちゃんと会えるんですよ。うんうんうん、会えるの。はい。それがね、会え方がね、すごく素晴らしい、イエス様の配慮があるの。はい。来た、ね、次行こうよ、次行こうね、次行こう、熱が入りすぎて、ね、で次行きますね。はい。普通の質問の最後の質問です。はいはい。Qちゃんの生放送で、はい、よくピザが届けられたり、ちょっといたずらされるじゃないですか。はいはい。それを Q ちゃんって、まあ、許してると思うんですけど、どうやったらあんな風にされても許す心を持てるんですか。まず、結論から言うと、イエス様が、まあ、許しなさいという命令があるんですね、うん、私たちひどいことすると許さない、絶対許さないとかね、うん、もう嫌だとかみんな思うわけです、まあ、人間の気持ちとしてはね、うん、でもイエス様は許しなさいと、敵を許しなさい、ね、うん、悪いものを許しなさいとおっしゃってるんですね。だから許すっていうのは原則なんです、うん、クリスチャンの原則です、はい、うん、なぜかというと許すということは愛するということでもあるんです、うん、もしね、隣人を自分のように愛しなさいと言われててね、で許さなかったら愛せないと思いません？そうです ね、許せない人は愛しなさいと言って、いや許してないから愛せないってなっちゃう。そうですね。で愛するためにはまず許さないと愛せないってこと、ね、うん、だからピザ美味しかったですけどね。いや買ったの？え、払ったのこれ？いや、それがね、払ってくれてたの。
払ってくれたの？勘違いしたんです。いたずらかと思ったんだけど、いい払ってくれたんだから、いたずらじゃなかったわけで、私最初誤解してね、いたずらと思ってたんですけど、そうじゃなくてプレゼントだった。でも5枚ぐらい ?1 枚1枚あ1枚、うん、あじゃあいい人だったんだね。そう、でもお寿司とピザの時もあったんです。あ、それもまたでもいいね。食べきれなかった。でもあの放送の時はそれは言わないんです。ああ、うん、なぜ言わないかというと、やっぱりそれはね、そのなんていうかな、あのまあ一応別なことということ。ああ、なるほどね、うん、なるほどね。まあどういう意図があったかわからないけど、はい、ちょっとなんか妨害されたように僕は見てて思っちゃったけど、まあ本当は良かったんだね。じゃあ、まあその本当のことは知らないです。いたずらだったかもしれないです。わかんないんですけど、あのまあまあ結果的には良かったということです。うん、でもどっちにしてもあのおまりさん呼ばれても。うん、通報されても許す。なるほど、これが原則ですね。でちょっと一回ここで休憩挟みます。ちょっとあのカメラが熱くなっちゃうから一回、はい、こっち答えるんですもん。はいそうですね。はい、ふわっちに手を出したのですね。ふわっちって何？ふわっち、こっちがふわっちっていう放送ですね。でこっちはツイキャスという放送ですね。で今4つやっててね、ニコ生と YouTube とふわっちとツイキャスやってるんですね。でニコ生はあのこう画面にコメントが出るので、うん、あんまり嬉しくないんです。あ、そうね、うん、邪魔されるってこと？邪魔される。人はたくさん来るけど、あのなんていうかな、とあの、うんうん、ツイキャスとふわっちはこのハンドルネームといってこうちゃんと名前が出るんですね、うんうん、ですからあのコメントがあんまり悪くないんです。ああ、そうか、不特定多数の人じゃないからか、うん、その名前が出るからね、うん、でもニコ生はハンドルネームが出ないので、うん、言いたいこと言いたいこと、うん、ね、無責任なことをバンバン書くわけ。まあそういう場だよね、うん、だからもう吐け口にめちゃくちゃなことを書くわけね、うん、だからあんまりクリスチャンとしてはあんまり痛くない場所なんです。ニコ生は痛くない、うん、だってもう悪い言葉たくさんね、そうだね、誹謗中傷だらけなんですね。だからあまり痛くないんですけど、まあその、まあ、一番最初にこう、まあ、流行ったサイトでその後にこういうのが出てきたわけ、ね、うーん、うん、そういうことですね。じゃあ次行きましょうか。はい、次行きましょう。いいですか？いいです。キュータン休憩何分もうじゃあいいかな。いいですよ、休憩いいですか？全然、私はもう全然平気ですよ。はじめまして。はじめまして。Y プラス G プラス U さん。みんなさ、ハンドルネーム難しいよね。ハンドルネームね、いろいろありますよね。iPhone さんとか。iPhone さん。あ、iPhone さん。あ、ごめん、なんでもない。ちょっと。はい。じゃあ次撮影するのは、はい、キリスト教に関してで、はい、あの僕の YouTube のチャンネルの人たちって、多分クリスチャンっていうのも何か分かってない。みんなキリスト教って知ってるけど、うん、そのイエス・キリストが神であるとか、うん、あの全然分かってないから、うん、軽く最初、まあ、神様っているんですかっていう、うん、みんなが、うん、あの持ってる疑問にちょっと答えてもらって、あと死後の世界はあるのか。あ、いいですね、うん、ナウイですね。ナウイっていいのかな。でどうしたら救われるのか、それもいいですね。そうで、うん、最後に吉尾さんが視聴者さんに伝えたいこと、ああそれもいいですね、言ってもらって、まあ、それで一つの番組終了って感じになってますかね。ああ、素晴らしい。再度カメラの電源入れたか。ゲイですか？ゲイじゃないでしょ奥さんにそっくり。え、知ってるのみんな、すごいね。あの奥様は魔女じゃないや、うん、ああ、あれ見てんだ。あれまだ10年ぐらい前じゃない。そうそうです。あ、すごいね。じゃあ結構あれだね、まあ、でも探せばあるか、そういうの。じゃあ行きます。いいですか？はい、いい？あ、いいですよ。はい、続いて、キリスト教の質問をちょっとしていきたいと思います。はい、あの牧師ということで、はい、じゃ あの最初の質問を行かせていただきます。神はいるのかを聞きたいと思います。います。神様います。おられます。おられます。おられます。根拠は？そうですね。あの神様見えませんよね、うん、
見えないですね。見えないから多くの人はいないと思うわけですけど、うん、あの神がいるといういろいろ説明があります。ほう。一つはですね、はい、ローマ一章にあるんですけど被造物ですね、うん、この自然とか宇宙とか、うん、それは何かというと神の、まあ、作ったものというふうに書いてあるわけですね。はあ。で、多くの人はいや神が作ったかどうかどうして分かるんですかって言うかもしれないけど、うん、でも人間も含めてよくできてるわけです。うん、そうだね。よくできてる。そうだね。で、人間が作ったロボットよりもよくできてる。うん。人間が作ったカメラよりも目の方がいいわけです、ね、F 値 1.0 だっけ 1.0 なんだね。そうだ。レンズの限界って F 値 1.2 なんだけど、そして人間が描いた絵よりも自然の方が美しいし、そうだね、非常になんか全てが美しいみたいな、うんうん、全てが完成されてるというか、うんうん、あまりにも完成度が高くて、うんうん、やはりこれは偶然あるというよりも、うん、やっぱり作品だなと、うんうんうん、例えば綺麗な絵があったら、はいはい、それがあのやっぱり作者がいるというのは当たり前ですよね。当たり前です ね、 ね、カメラがあったらこれは誰かが設計して作ったというのは当たり前ですよね、うん、そしたら綺麗なものすごい美しい自然があり、動物かわいい猫とかかわいい、ね、犬がいたらこれはやっぱり作られたなって考える方が自然じゃないですか。そうです ね、 ね、まあ、じゃあ例えばですけど、はい、こうビッグバンがあって爆発して、はい、まあ、偶然にアルミニウムとか、うん、鉄とか液晶が出来上がって、うん、パソコンがポンって出来上がることってないよねって話ですよね。そういうことですね。あの誰かが作ってないと、そうそうそう、溶けてるものをミックスしたからといってね、パソコンができるってことはないっていうことですよね、うん、もうちょっと微妙、うん、もっとデリケートじゃないですか、細かいですよね、うん、部品をまずなきゃいけないし、うん、部品を組み合わせなきゃいけないし、うん、いろんな機能があるし、偶然それができるってことはありえないでしょう、うん、完成形に行くまでは失敗作をたくさん作らないといけないから、そうそう、設計されてるでしょ、デザインされてますね、うん、今完成されてるもんね、ほとんどね。そして機能してるってことはその機能のメカニズムのそのあのアーキテクチャっていうんですかね、うん、その理屈があるわけですよ、ね、うんうんうん、順番とかね、うん、いろいろ、だからそういうものが全部なければできないわけですね。そうね、うん、あの法則とかルールとかもあるよね、うん、そうですね、あの人間の体って、そうですね、うーん、じゃ あ、 あのこの世に存在している自然とか、うん、生き物を 見たりすると、うん、明らかであるっていう考え方ですね。もうあのローマ一章にはね、弁解の余地がないって書いてあるんですね。弁解の余地、被造物を見るとね、うん、そのあまりにもよくできた神聖っていうんだけど、うん、神聖とかあの神秘さとかね、うん、それをあまりにもよくできてるのを見て、うん、誰が弁解できるでしょうかとね、弁解の余地がない、うんうん、確かにね、うん、例えば自然を見て綺麗だなと思うけど、はい、それがあの、まあ、進化論だとしたら、はい、ビッグバンでできたんだよって教えられてたとしたら、うん、それは感じれないよね。それは教わってない人がってこと、うん、初めて自然を見たらそう思うってことなのかな。あの多分ですね、子供が何も知らない子供が自然見ても、うん、あの綺麗だとかそういうのはあまり感じないかもしれないけど、でも教わらないとわからないですよね。そう、でもそれはね、子犬が可愛いとか猫が可愛いとかいうのは子供でもわかると思うんだけど、うん、そうね、これは神様が作ったんだよって教えられて、ああそうなのかなで考え始めるかもしれないけど、すぐにはわかんないでしょうね。うん、なるほど、わ、うん、かりました、ありがとうございます、はい、神はいるということで、はい、次の質問いきたいと思います、はい、死んだ後どうなるのか、いい質問ですね。どうもう最近私が言ってる質問、あの、あ、そう、放送なんです。人間って死んだ後に、うん、あの僕の周りのコミュニティだと、まあ、無になるっていう意見が多いのね。そうそう、無とは何かって、無の定義は、うん、まあ、寝た状態と一緒、うん、だからみんな寝てる時って夢見たりとか夢見なかったりするけど、うん、そんな感じでもう真っ暗になって、それがもう
永遠に続く状態を無っていうふうに定義しているんですけど、キリスト教的な立場から言うと どうなるんですか、はい、ですね、経験的に、まあ、今死人を見ることはないんですけど、はい、死んだ人がねこう物体になって、うんうん、でそれを、まあね、仮装して灰になってね、もう骨だけになっちゃうわけですね。そこには何にもその生きてる気配が全くないわけですね、うんうん、骨だけになっちゃうわけです。だから、うん、無にもう死んだら 無になっちゃうっていうのはまあ分かりやすいですね。とても分かりやすい、何も残らない、うんうんうん、だけど臨死体験っていうのがありましてね、うん、臨死体験っていうのがあって、今医学で蘇生しやすいわけですね、うん、一度死んでもこう、うん、人工マッサージしてね、うん、蘇生したりとか、一度死んだけどまた生き返ってね、でその生き返った人がですねいろいろ発言するわけです、うん、死んでる時に これ見た、うん、あれ見たとか ねそうするとね、絶対に見れ聞けないようなことを聞いたとか、見ないものを見たとか言ってる、確かにね、その幽体離脱っていうんだけど、魂が抜けて上から見たりとかどっか行ったりして誰かの話を聞かない限りは、想像じゃ絶対ありえないようなことを言うわけよね。でそれが一つや二つじゃなくて、もう何百何千っていう症例が今世界中にあるわけ。ほう、臨死体験っていう、うんうん、今の医学が生まれた新しい出来事、昔は少なかったかもしれない、今はそういうことが多いわけ、うんうん、そうするとその臨死体験っていうそのデータがある以上は、うん、あ、これは人間は死んでおしまいじゃないんだっていうことが今のそのね、うん、その蘇生という技術で生まれてきたんですね、うん、死んでおしまいじゃないと、人間は死んでも霊魂があるっていうことが分かってきたんです。それはその蘇生した人たちの証言が有力な情報になってるってこと？そう、証拠がある、証言がたくさんある。証言だから証拠とは違うかもしれないけど、うんうん、でもあまりにもたくさんの証言があるので、うん、それを統計的に見たらこれは、ね、想像じゃない、うんうんうん、頭が勝手に想像したこととか、うん、勝手に作った話じゃないってことは統計的に分かる。あれだよね、なんかいたよね、東大の先生で心肺停止した後に、うん、幻を見てる時に会話が動いてるかって調べた人がいて、脳の会話が動いてなかったから、だから映像、目から入ってきた光の情報をこの記憶を見てるっていう風に言われてたらしいんだけど、そこの記憶のところが動いてなかったから本当に何かを見たんじゃないかっていう、東京大学のねお医者様なんか言ってたかな。じゃあ蘇生して戻ってくるんだ。じゃあその人ってそう戻ってきて、霊魂がまた戻ってくると生き返るわけ。うーん、そしてキリスト教では死んでおしまいじゃなくて、そう、何があるのその後に、永遠の魂があるんだけども、うん、その永遠の魂がどこに行くかということなんだけど、2箇所あるわけ、うん、2箇所あります。皆さん、天国に行くか地獄に行くかという。出ました出ました出ました、天国地獄論。はい、天国と地獄っていう場所がじゃあ存在してるってことね。今あるってこと？そう、今あるって、今あって、じゃあもう毎日死んでるじゃない人が、はいはい、その人たちはどっちかに行ってるってこと？行ってるっていうことですね。それは前誰だったかな言ってたけど、全ての人が入るから広い場所なの？そうですね、ものすごく広いです。広い場所、はい、なるほど、わかりました。じゃあちょっと最後の質問いいですか？もう最後です、ね、はい、ちょっともう最後、はい、ちょっと質問なんですけど、はい、どうしたらその天国に入れるんですか？あ、いい質問ですね、いい質問ですね。人間はですね、神様によって作られたんですけど、そのアダムとエヴァが最初に作られた人間だったんですね、うん、しかしアダムとエヴァは言うことを聞かないために、取ってはいけない木の実を取って食べてしまったんです。まあ、それは分かりやすく言うと悪魔に騙されて、うん、悪魔と契約をしちゃったよみたいな感じなんですね、うん、そうするとどうなるかというと、人間の中に罪というものが入ってきて、うん、
まあ、罪というのは、まあ、神様に対する罪というふうに考えてもいいし、はい、悪魔の心、悪魔の霊と考えてもいいし、うん、そういう悪い邪悪なものが入ってきたみたいな感じですね、うんうんうん、そしてアダムとエバの子孫が人類だということです。ほう、そうすると人間はもう生まれながらにして神と、ね、神に対して罪があって、うん、神と断絶している状態で生まれてくる。うん、だから世の中にいろんな今ニュースなんか見ると殺人、ね、犯罪、汚職、虐待、もういろんな邪悪なことがたくさんニュースにあるでしょ。ありますね。なぜあんなに社会は悪いのか、うんね、こんな二十四駅でこんなに IT が発達して、こんなにスマホもあるのに、うん、科学も発達したのに、なぜそんな悪いことがあるのか、昔と変わらないじゃないかと。確かに、ね、おかしい。なぜ人類がこんなに発達して、なぜそんな変な犯罪があるのか、それは世の中はその答えを持ってないんです、うん、私たち答えを持ってない。既得権益じゃないの。既得権益、あ、そう、既得権益を、うん、悪用してるんでしょ。そうだよね。でもそれは昔も今もあるわけでしょ。植民地支配をしてた、ね、じゃあその、悪いことをすることの原因は一体何なのかという時に答えはないわけ、この世の中には。僕知ってるよ。あ、なんですか。あれ、ああ、温度か、ちょっと。あ、損得じゃないの。うん、損得、損得だよね、うん、でもその損得というのはどこから来てるかというわけですね。得したいっていう感情。それはどこから来てるのかって。グリードってことだよね。そうそうそう。でそれが罪から来てるというのがキリスト教ですね。あ、なるほどね。罪というのは要するに、その自己中、うんうん、自分の損得とか自分の欲とか、うん、人のことより自分のこととか、そういう神の心とは違う思い、うんうんうん、神様とは違う思いが罪だということ、うんうん、だからいくら世の中に良くなったって自己中だったら結局は犯罪が起きるということ、ね、うんうん、そうね、まあそのそうだね、うん、結局犯罪っていうふうに、うん、まあ、刑罰で認められなくても、うん、刑罰で認められない悪いこともたくさんあるもんね。そう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 、うん、あのバレてなかったりして、違反にはならない、うん、その法律では問題ないけれども、うん、個人的にはいろんな罪があるわけですよ、ね、そうだよね、うん、確かに。それがどこから来てるのかということですね、うん、あ、それで話は次で、何だったかな。どうやったら天国に入るか。あ、そう、どうやったら天国に。つまりちょっとね、あ、そうそう、じゃあもうちょっと待ちましょう、うんうん、こっち答える。一緒の方がいいんでしょ、これ。あとでくっつけられるの、くっつけられない。あ、これはね、編集僕するから。できるの、うん、じゃあ途中からの。そうそう、素材だけ取ってあと組み合わせていくっていう感じ。そうですか、うん、今夜は、あ、いつも米読んでるのね。いつも米読んでるんですけどね、今日はちょっと米があんまり。どうなる、死んだらどこの世界に行く。こっちのツイキャスの米が一番いい米なんですね。あ、ツイキャスってフワッチってツイキャスのこと。いや、ね、こっちがツイキャス、こっちがフワッチ。みんなやっぱりキリスト教の話は興味があるんだね。意外と興味のある人多いですよ。うん、うん、でやはり興味のある人は聞きますね。81人見てるよ。81人すごいね。そうですね。息子さんはクリスチャンですか。はい、クリスチャンです。でもちょっと吉田さんとは考え方が違うよね。でもカリスマになったんじゃない。カリスマはいやな。トメさんカリスマで、まあ、なんかこう聞いてる人たちって分かるのかな、レベルについてこれるのかな。そうだね、紹介した方がいいよね。ほとんどね、うん、ついてきます。ついてきる、威厳できるでしょ、うん、ね、まず威厳を言うクリスチャンは一応聖霊派なんです。あ、一つの定義ね、まあ、うん、そうだね。で福音派のクリスチャン、社会派のクリスチャン、カトリックのクリスチャンは威厳は認めないんですね、うんうん、だから威厳を認めるだけで一応聖霊派のクリスチャンというような
あのこう分け方があるのね。まあそれはもうあれだよね、カリスマ派さんの言い分だよね。そうそうそう、精霊派の言い分だね、うん、そのクリスチャンってたくさん宗派があるんですよね。そうそうそう、で、西暦300年からカトリックがこう設立されてから、こうカトリックが来て、その後にあのまあ徐々にあの宗教改革が起こってきて、まあ大きいマーチン・ルターの、あの宗教改革でプロテスタントができて、そこからどんどんあのすごく厳格なクリスチャンの教えから、まあ吉尾さんが今言ったみたいに異言が出てきたり、予言を発見したりとか、新しい神様の形を見つけたいって感じで、まあ、進化してるというか、僕の考え方で言うと聖書の話に戻りつつあるっていう風な考え方なんだけど、カトリック教会があの初代キリスト教の人たちの教えを全部こうないものにして、免罪符とかお金で救われるとかっていうシステムを作り上げちゃったのを今壊してる段階だと僕は思ってて、でその中のまあ、最先端が一応カリスマ派っていう考え方なんだよね。 そうですね。そして初代教会に戻ってるっていう感じ、考え方ね。つまり初代教会では異言予言があったわけですね、はいはいはい、でもそれがずっと失われてたけど今回復してるっていう感じ。そうだね、まあ、僕もその考え方だね。僕結構でも今もう独自のものを信じてるからね、あのどこのグループにも属さないで自分の考えを結構持ってる。危ないな危ないな危ないかい、危ないな。やっぱりね、あの一人って弱いじゃないですかね。一人っていうのはやっぱりあのなんていうか、そのイエス様愛し合いなさいって言ったじゃないですか。でもイエス様はね、一人は弱いなんて言ってないよね。言ったのに、言ってない。愛し合いなさいって言って、まあ愛し合い、もちろん愛し合うことはあるけど、それ教会が作り出した文化で、あの教え合って学び合いなさいっていう、ね、その教会から離れたら、うん、あなたは終わるっていう嘘の教えを言ってるわけ。だから教会を外れて、あの何かをするっていうことを思考停止させてるのが宗教の教えだと思ってるのね。でなぜそうなるかっていうと、やっぱり教会員を自分の周りにいて、あの教会の信者さんっていうのはあの資産でしょ、その牧師にとっては。まあいろいろなんか役に立つし、献金も払ってくれるし、頼めば、まあ、手伝ってくれるっていう資産で、で離れていくと、もちろん人間だから弱くなるっていうのは僕もそう思うけど、一人で何もできないっていうふうに言うのは嘘だと思う。なぜかというと、イエス・キリストって神様と二人で始めてるからね。まずでバプテスマのヨハネも一人で始めてる。あでバプテスマのヨハネにイエス・キリストは神であるってことを伝えた人は誰もいないの。ヨハネは聖霊から言葉を得て、神様と2人で始めて、でそれで今西回りで伝道が伝わってきて、僕たちが信じてるわけじゃない。で1人の人から始まったっていうところを忘れてしまってるんだよね今。だから組織からも出れないとか、一人で何も僕は無力だからできないって思っちゃうと、あの組織すら良くないね。組織、うん、そうだね。あのカルトにはね、そういう組織崇拝っていうのがあって、うん、組織を崇拝してしまうみたいなね、うん、そういうのはあります。それは良くないね。僕が自分の何の信仰を持ち始めて、で教会で言われたのは、みんなと違う意見を持ってるっていうのはもう危険信号だって言われたの、うん、まあ、内容かな。まあまあ内容だね。内容ね、うん、まあ、ちょっとぐらい違ってもそれはそうそうそう、あの人間だもん、もう完全に一致するってことは不可能だからね。やっぱりどんな牧師だってちょっと違う考え方は違うしね。いやだってあの新約聖書を読めば、うん、パウロとバルナバだって喧嘩して別れてるし、まあ喧嘩したね、あの、うん、ペテロとパウロだってちょっと全然ダメだし、パウロはペテロに面と向かって、うん、なんでユダヤ人たちの前では違法人とご飯食べないのかってガーって言ったりとか、それ当たり前の話なんだけど、そうそう、今教会の中であのそういう話をすると、うん、同調圧力がすごすぎて、同調圧力、つまり同じ考え、同調しよう、みんな一緒、みんなで We are great。 ただね、聖書にはね、うん、あの一致を求めなさいっていう命令はあるにはあるわけ、うん、
一応求めなさい。そうだからそれも教会が悪用してて、うん、だイエス様が言ったのはあなたたちが私たちイエス様と神様と同じように一人一人が神様と同じ存在になるぐらいになるようにって祈ってから天に上がったでしょ、うん、で横と横のつながりではないのよ、うん、横と横は切っちゃっていいのよ、極端に言うと意見が合わなかったら、うん、だって個々に神様が住んでて、で聖霊様が個々に命令するわけだから、うん、合わないこともたくさんあるわけね、うん、違う町に行けって言われてね、で、まあ、っていうのはまあ僕の考え方ですね。それはね、あの雨な部分があるんです。ああ、あの御霊の一致っていう言葉があってね、うんうんうん、だから私たちは御霊にあって一致することが大事だっていうことだね、うんうん、だからその人間的に無理やり一致させるとかそういうのは良くなくてね、うんうん、やっぱ一人一人が聖霊様に導かれたらそれが御霊の位置っていうことで、そうなんか聖霊様を持ってる人っていうのは多様化を認められると思う、うんうん、アメン、あのパウロとバルナバみたいに、まあ、激しく口論したけど、うん、結果、まあ、お互い自分たちの道に行こうってことを尊重し合えるってことが大事なんだけど、今は囲うでしょ、宗派で囲んじゃうし教会の外から出させないし、まず何かをやるっていう許可を与えないからね、教会にね。2つの側面があるのね。あ、どうぞ。だからそういう例えば自分の利益のために書こうとするのは良くないよね、うん、そうだね。だからその自分のなんていうかな、自分の権力っていうかね、うん、それは良くない、うん、だけどまあなんていうんでしょう、羊飼いとして羊を守るっていう意味では、うん、純粋な時だったらもちろんいいと思うよ、うんうん、だってイエス様が私の羊を飼いなさいと、うん、ペトロに言ったわけでしょ、うん、だから私たちは羊をあのね、こう守るっていう責任もある。だからもう信者を羊として見てること自体が、いやでもそれ聖書に書いてある、いやだから聖書に書いてあるんだけど、じゃああのね、どう守るかって、イエス様は私は良い羊飼い、私は羊のために命を捨てるって言ったでしょ、うん、でそのイエス様が言った言葉って、へえすごいじゃんってなるじゃん、うん、じゃあ新約聖書の福音書を読んでいって、でイエス様が例えば弟子たちに何をしたかって見れば、イエス様が言った本当の意味が分かるわけ、うん、例えば弟子訓練が終わらないうちに十字架にかかっちゃうとか、あそのペテロとかみんながつまずくようなことをあえてするとか、うん、人間的に考えてなんていうの、羊を優しくするってことではなくて、うん、イエス様が言ったことって、私は羊を狼に送るってはっきり言ってるの。あでそんなやついないでしょ、うん、羊を狼に私は送りますって言ったのは、羊飼いからしたら、えだってライオンとかが、あの狼とかから守ってたのがさ、羊飼いの仕事だったじゃない。羊は目が見えなくて自己防衛能力もないから耳も聞こえないでしょ、うん、あ耳は聞こえるのか、目が見えなくて、目が見えないのかな、うん、そうそうそう、だから人間的に考えたら吉田さんの言うことは正しいけど、その羊を羊飼いとはどういうことか、うん、牧師とは、牧師って聖書の中で4箇所しか出てこないから、うん、そうたった4箇所しか出てこないから、基本的に長老なんだよね。で長老っていうのは先輩のクリスチャンのことで、うん、先輩のクリスチャンっていうのはイエス・キリストの弟子の訓練をしっかり受けた人のことだから、うん、クリスチャンの話するとめちゃめちゃ喋っちゃうね。さっきの続きは、そうだね、そろそろ、うん、もう大丈夫かな、ちょっと行こうかな。いい？あ、いいですよ。じゃあ天国に、はい、あ天国に行くにはどうしたらいいか、どうしたらいいのか、さっきの続きです、ね、さっきの続きお願いします。結局罪があるから天国に行けないと考えると分かりやすいんですね。なるほど。罪があると天国に行けない。なぜかというと、うんうん、天国には罪がないから、うんうんうん、天国にあるのは神の愛でね、人々が愛し合って助け合ってる世界、うん、罪のない世界に罪を持った者は入れないわけ。おお、なるほど、うん、分かりやすいでしょ、ね、でじゃあ神様はもちろん人間を天国に招きたいわけ、うんうん、でイエス様を送って招待してるわけね、全ての人に皆さん、うんうん、悔い改め